いつも EB チャンネルを見ていただいてありがとうございます。渡辺悟です。今日はですね、このエプソン 1V が届いたので、これの簡単な説明をしてみたいと思います。これね、2020年の11月に頼んだんですけども、なかなか来なくて、ようやくね、年が明けて1月に届きました。これね、昨年の夏くらいに、デモ版をですね、2本カメのレビューで使わせてもらってたんですね。で、この 1V、これは A3 まで伸びる、プリンターで、だいたいこのぐらいの大きさです。それとね、この上位機種が 1VL といって、この A3 が2枚分合わさった A2 まで伸ばせるやつがあります。それのね、どちらにするかかなり悩んだんですけども、この持ち運びの、良さを考えて、この A3 伸びの 1V にしました。これね、ここ見えますかね、ちょっと。ここに、パネルが出てくるんですけども、これね、全部このタッチパネルでいろんな作業をするようになってます、設定を。で、パソコンからですね、その設定をするんじゃなくて、こっちの設定が結構優先されるんですね。なので、使うときはこれを、プリンターをですね、パソコンの横に持ってきて、使いたいんです。なので、この、ちょっとね、持ち運びも考えて、A3 までの機種にしました。僕は7500という A1 伸び、60cm×90cm までのプリンターも持っているので、大きい方はね、そっちの方でやろうかなと思っています。で、これね、なぜこれに導入しようかと思ったかというと、何よりね、まず、この、休止っていう言い方をするんですけども、ここの紙送りがものすごく精度が良くなったんですよ。こんなね、向こう側が見えるような、こう、ペラペラの薄い和紙でも、ものすごい分厚い、こういうバラ板の紙でもですね、この背面から送れるんですよ。昔はここから、フロントのですね、もの、休止を出して、わざわざこのフロントから手差しをしないといけなかったんですけども、現在はこの後ろからですね、こう入れるだけで綺麗に送ってくれます。この機構はね、ほんと素晴らしいですね。それまでのね、この手のタイプのやつは、こう背面休止がね、なかなかうまくいかない場合があったんですね。こう斜めになったり、こういう紙だと、こう、シュッとこうなったりして、使いづらかったんですけども、これはね、紙送りに関しては、素晴らしいものはありますね。それとね、インクタンクが大きいんですよ。それまでの 5V 系は本当に細かったんですよ。なので、こうインクの交換が頻繁にしなきゃいけないっていうこと で、インクをね、頻繁に交換するっていうことは、その時にね、クリーニングをしてしまうために他のインクも減ってしまうんですね。だからインク交換の頻度はなるだけ少なくしたいわけです。このくらいあればね、まあ持ちますから、結構ね、そういう意味ではこのインクタンクが大きくなったのはありがたいです。ただ価格もね、その分上がっていますので、そのインクあたりのコストパフォーマンスが劇的に上がったというわけじゃないですね。僕は以前、2B チャンネルで、おすすめのプリンターは線量系のエプソン 50V とエコタンクプリンターだよって話をしましたけども、現在でもですね、その2機種っていうのは、使い勝手がいいプリンターとしておすすめできるんですけども、何せね、モノクロがね、なかなかうまく出ないんですよ。でモノクロで言うと、やっぱり顔料系じゃないと出ない。で、このね、モノクロ、こういうモノクロなんですけども、このモノクロを出すのに、今まで 5V と 5V2 と 3V は青みがかってたんです。うっすらとね、こうベールをかけたように青い感じが残ってしまって、肉眼だとね、それがどうしても気になってたんですね。ところがね、その、15年前の5500、エプソンの PX5500 はそれがなかったんです。ですごいニュートラルに、モノクロが出たので、ずっとね、その5500を2台、マットブラックとフォトブラックを入れて使ってました。でもさすがにね、もうインクの目詰まりがひどすぎて、それを手放して、今回この 1V を導入することにしたんですね。この 1V はね、モノクロもすごくいいんですよ。先ほど言った青みがかったモノクロではなくて、ニュートラルなモノクロが出ます。5V だけ使ってる人だと、その青みがかってることにあんまり気がつかないと思うんですけども、
僕ずっと5500を使っていたので、その 5V2、3V の青みがどうしても気に入れなかったんですね。それがようやくこの、ニュートラルなモノクロが出せるようになったっていうのもすごく大きいんですよ。ですからモノクロを、主体に使う方、モノクロをたくさんプリントする方っていうのはこれを買ってもいいかなっていう気がしますね。それとね、あとインクにね、ここよっと見えますかね、この紫色のこのインク、まあ青なんですけども、この青のインクが追加されたことによって青色の発色がすごい良くなったと。これね、青いインクが入ったことでどうなったかというと、ブルー系のプリントをするとこういった青のね、この押し出しっていう言い方をするんですけども、この発色がねすごい良くなりました。こういったね、グリーンのプリントってすごい難しいんですね、発色的に。それがね、結構出てます。なのでね、これはね、カラーで使っても全然問題ない。まあ当然ですけどね、最上位機種ということで、まあカラーの出方もすごくいいという感じがします。さあ、この価格なんですけども、この 1V は8万円台ですね。そして 1VL は16万円台。そして、最初についてるインクだとね、ほとんどプリントできません。A4 を10枚から20枚、プリントアウトすると、どこかのプリントが、インクがなくなります。僕の場合は、グレーとライトグレーとブラックがなくなりました。そうなった場合ね、これを買ってこなきゃいけないわけなんですけども、一式2万5000円ぐらいするんですよ。だから、8万円台でこれを買ったとしても、その予備のインクを買ってしまうと、まあ、10万円以上するということになりますね。これね、パソコンからだけじゃなくて iPad からもプリントアウトすることができます。で、 iPad って非常に今、色再現性が良いモニターになっているので、その色再現性の良い iPad と、専用のソフトでここに送り込まれたデータでプリントすると色がねほとんど、一致します。ですから非常に使いやすいんじゃないかなと思います。パソコンのモニターで悩むぐらいだったら iPad からプリントした方が色を合わせることは簡単ですね。僕ね、よく使ってるその紙なんですけども、これ使ってます。イルフォードの、これセミグロスっていうやつかな、いわゆる半光沢を使ってます。まあ、その他にもエプソンの純正の半光沢であったり、あんまり光沢は使わないんですけども、モノクロの場合はこの月光を使ったりします。これね、またリバイバルというか新たに発売されましたよね。これはよく使います。それとね、これはよく使うんですよ。これ見えるかな。これね、シールっていうメーカーなんですけども、このシールの、ハイグロスというか一番超光沢の紙を使います。超光沢の紙っていうのは、まあ、色再現性が一番いいので、超光沢、光沢、半光沢、マット、和紙の順番でだんだん色再現性が落ちていくんですけども、この超光沢でプリントアウトすると、これもそうなんですよね。かなりね、色がよく出ます。ですので、これを基準にしてるんですね。これがまあ、最も色が出るっていう。そこに例えば和紙とかですね、マット式系の紙を使った場合にどれだけ落ちるかっていうことを見ます。だからこれがね、シールのこの超光沢を現在ではスタンダード、基準にしてます。で、まあ普通にですね、プルーフとしてどんどん出す場合は、この紙は結構コストがかかるので、こういう半光沢の紙を使ってプリントアウトしてます。さあ、今日はね、簡単な、説明だったんですけども、上だけの、YouTube なんですけども、これについてかなり詳しく説明してますので、僕はそれを見て、このセッティングをちょっとやってみました。それとね、この 1V の開発者と僕との対談が今エプソンの、サイトに、出ています。 YouTube サイトにありますので、ぜひそれも合わせて見てみてください。これをね、どういう経緯で開発したかっていう話も結構面白かったです。今日はですね、まあ、1V の簡単な説明だったんですけども、これをね、ちょっと今後使ってみて、また気がついたとこがあったらお話ししたいと思います。今日も話を聞いていただいてありがとうございました。それではまた。